よしか、きいなか、活動再開の氷川ワキヨくすぶり続ける新しい予備名の商標問題目玉と期待される紅白はどうなるのか。ついに活動を再開した氷川ワキヨシ、46歳は、すでに年末の風物詩の目玉候補として名前が上がる。そんな中、混迷深まる彼の名称騒動には、新たに第三の出願者まで現れた。果たして、 今の自分を表現する名前を使うことはできるのか。写真、バーレン社がロゴが散りばめられたトレーナー姿の氷川清他、愛犬を散歩する氷川蝶ミニを履いた姿も。門付き袴からドレス、デニムと5回の衣装チェンジ。変わらぬ歌声で約6500人の観客を沸かせたカの演歌界の貴公子が、待望の復帰を果たした。 最高のリスタートを切ったかに見えたが、彼の頭の中は解決し難い難題でいっぱいだった。8月17日、東京ガーデンシアターで活動再開後初のコンサートを開催した歌手の氷川ワキヨ皆さん、今日はありがとうございます。思い切り楽しんでください。千二十二年末に活動を休止して以来、一年八ヶ月ぶりのステージに、 黒ラメの演尾服で登場した氷川は、詰めかけた聴衆にそう呼びかけた。その後はポップスやシャンソンに加えてデビュー曲の、箱根八里の半次郎や、限界突破かけるサバイバーといった演歌やロックなど、計32曲を披露。演歌歌手の枠にとらわれない新生氷川の復活を強く印象づけた。その姿に熱い視線を送ったのはファンだけではない。 氷川さんは今年の NHK 紅白歌合戦の目玉の一人なんです。と打ち明けるのは NHK 関係者だ。今年はデビュー25周年という節目の年でもあるし、昨年の紅白で視聴率的に大失敗した NHK としては、知名度が高く話題性がある氷川さんに何としても出てほしい。番組がどんな構成になるかは定かではないですが、赤組や白組ではなく、 企画枠で演歌とポップスなど複数の曲を歌う形に落ち着くのではないでしょうか。ただ、紅白出場となると彼の名前をどうするのかという問題も浮上してくるのですが、NHK 歓迎者。気になるのは、特許庁も関心を示す商標トラブルによって剥奪されている氷川の名前に関する問題だ。2000年にデビューして以来、 演歌界のプリンスというパブリックイメージに長く苦しんできた氷川は、2019年の紅白に出場する直前に自らをキーと自称し始めた。その年の紅白の囲み取材では、これからはキーちゃんらしく、清くんにはさよならと発言して報道陣を驚かせました。その後、ありのままで生きるという意味でナチュラルを加えて、キーナと名乗るように、 2022年末から活動を休止し、今年4月、所属事務所からの独立を発表しました。芸能関係者。氷川がこだわりを見せる新しい呼び名には、商標問題がくすぶる。昨年5月、全所属事務所が、キーナの商標登録を出願。今年3月に特許庁がこの出願を却下すると、事務所側は異議申し立てにあたる意見書を提出し、 問題は未だ解決していない。商標問題は複雑なので一概に言えませんが、最悪の場合、氷川さんがこの名前を使うたびに全事務所に対価を払う可能性が出てきます。別の芸能関係者、権利問題を回避するため、氷川サイドは、キーナと大文字で表記し、さらに、ドットをつけるという打開策も検討。 実際、最近の表記はこの形式だ。右与曲折を経て復帰した今回のステージで、氷川自ら活動名義に言及。氷川清も、キーナもどちらも、すべて自分だと説明し、現在の心境については、こうコメントした。じえじえじえ倍返しも。そんな氷川の商標騒動には、ここに来て新たな参戦者が現れた。 それが大阪府に本社を置くベストライセンス株式会社だ。有名になった言葉やサービスなどを手当たり次第に商標出願する会社で、その手法には特許庁が異例の注意喚起をしたこともあります。社会部記者。ベストライセンス社は過去に NHK 連続テレビ小説アマちゃんのジエジエジエや TBS 系ドラマ半沢直樹の倍返し。 といった流行語から、歩きスマホ、個人が確定拠出年金、民進党など、話題のワードを次々と商標出願してきた。おそらく氷川さんの新芸名が話題になっていることに目をつけて参戦してきたのでしょう。この6月に出願しています。全室社会部記者。福地国際特許事務所代表弁理士の福地武雄さんは、こう語る。 ベストライセンス者により出願された商標が登録まで至る可能性は低いですが、万が一商標登録されてしまった場合、その登録を取り消すためには、商標登録意義の申し立てまたは商標登録無効審判の請求をする必要があります。この意義申し立ての審理期間は6ヶ月から8ヶ月もかかる。無効審判の審理期間は約1年。さらに、 取り消し決定または無効審判を受けた元の商標権者は、知的財産高等裁判所へ異議決定または無効審判の取り消しの裁判を提起することもできますので、そうなると解決までより長い期間を要することとなるでしょう。全所属事務所との話し合いも長期化の様相を見せており、今年の紅白までに決着するのは難しそうだ。 果たして商標出願という火種を抱えた氷川の紅白出場はどうなるのか。生まれ変わりをアピールしたい本人は、氷川きよしではなく、新しい呼び名で出場したいでしょうね。ただ、権利問題もそうですし、肝心のファンが受け入れてくれるかどうか。全室芸能関係者。最大の焦点は、ファンの反応となりそうだ。 従来の氷川のファンクラブは現在も存続するが、それはデビュー前からお世話になった全事務所への恩返しで氷川が希望したとされる。だが最近、そのファンクラブにも異変が起きている。